起きたのね、コリス。今すぐに逃げなさい。この城はもうダメ。全部あいつのものなんだから。寝起きでわけがわからないでしょうけど、いいから逃げるのよ。逃げないと。あ、でもどこに連れて行けばいいのかしら。セイバーの領土までは遠いし、空白地帯とか。落ち着いて、落ち着きなさい。私、コリスが安全かつ後腐れなくあいつから離れるためには。やら嬉しいこと、めでたいこと。狐耳がピコピコとしびれるこの感じ、我が愛しの主がお目覚めになられたと見ました。予定より早いですけど、それはそれ大丈夫、何の問題もありませんとも。おはようございます、ご主人様。天守よりの見晴らし、お楽しみいただけました？気づかれた、遅かった。さて、そこな駒使い、何をほうけておる。我が主を玉座に案内せぬか。はいはい、わかったわよ。連れて行けばいいんでしょ。連れて行けば。メイドらしく言うこと聞いてあげるわよ。それと運がなかったわね、コリス。あなたを逃がしてあげる。最初で最後の機会、これであっさり消したんだわ。来た人間、強胆だが愚かも愚か、命知らずにも程があろう。貴様なぞこの玉座に落ちた糸くずのようなもの。わらわの機嫌一つで風神と舞う命じゃ。まこと、あまりに切ない、拙い、味気ない。これでは食前の酒にもならぬ。ムーンセルを制したというから、もう少し大きなものを期待していたのだがな。その寝ぼけ眼も愛らしい。さて、取って食おうか、焼いて食おうか。わらわの辛抱もいい加減焦げがつく。っていうか、待たれた分驚かそうと一芝居を打ったのですが、なんか効果が薄いんで取りやめます。ようやくお目覚めいただけましたね。私、この日、この時を一日先週の思いでお待ちしておりました。どうかご機嫌うるわしく。近く迷って目にも見よ、遠からものは音にも聞け。
ます。ここが私の洗面所。いいえ、私たちの洗面所です。夢見はいかがでしたか、ご主人様。もしや怖い夢や嫌な夢を見てしまったり。でもでも、ご安心くださいませ。ひとたびお目覚めいただいたからには不安な思いなど抱かせはしません。それがこの洗面鏡の役目でございます。何があろうと変わらない不変不動なエターナル知性をご提供します。その証拠に、ほら、そこの駒使い、私が何者なのか、うやまいながら口にしていただけます？ふん、何者かなんて見ればわかるじゃない。褒めたたえる言葉なんかないわよ。はい、困ったな。ビリビリ言っちゃおうかな。よーく聞こえなかったんですけど。わかったわよ。千年鏡の支配者にして並ぶ者なき女帝、全サーヴァントの頂点に立つレガリア所有者、正真正銘のセラフの女王、サーヴァントキャスター、神明賜物前。はい、これで満足？よくできました。けれど、付け加えるならもう一つ。ご主人様、お分かりですよね。私、こんな風に言われてはいますけど、今も昔もあなた様のサーヴァント、あなたの可愛い良妻、あなただけのキャスター、それだけは絶対不変のジャスティスなのです。ですから、この洗面鏡の王はあなた様、私はただの王妃にすぎません。ガーン、早くも成田離婚の危機。なんて寝ぼけてるだけですね。ならば説明せねばなるまい。いやする。かつての月の聖杯戦争の折、ムーンセル中枢へ至らんとするあの時に、私たちは思いやら何やらいろいろと交わして、晴れて真の主従となったのです。いいな、永遠を誓い合ったグレイテストなパートナーに。ここは本当マジですから、セラフ一級管理官試験とかにも出るようにしますから、きっかり覚えておくようにね。そうでしょ、覚えありますよね、ご主人様。おっしゃー、因果律がこっちに向いてきた。タモモちゃん大勝利。まだ寝ぼけていらっしゃるようですが、長らくお休みだったのだからして、そのあたりはおいおい解決なさるかと。ご本、ことはごく単純です。私たちは聖杯戦争を勝ち抜き、そしてムーンセル中枢の部屋へ至り、ご主人様は見事セラフの王に選ばれたのです。かくいう私はその唯一のサーヴァントとして、王妃として立つことに相なりました。そして、実に見事な手際であったと言えましょう。
セラフの大半をあなた方は支配した。この千年教という帝国はなった。規模からすれば大帝国と呼ぶべきでしょうか。ムーンセルの王権レガリアの所有者たるあなた方はセラフ全てを支配するにふさわしい。だからこそ私はあなた方に従うと決めたのです。王と王妃よ。英霊アルキメデス、貴様の忠義わらわはことのほか満足じゃ。眠りへ落ちた王を連れて城へと至った忠義、実にあっぱれ。その後の働きも目覚ましい。だがわらわの許しなく口を挟むとは何事か。我が主が目覚めた祝いの日でなければその舌ちぎった後に豚にでも食らわせているぞ。失礼ですがお許しいただきたい王妃。私はシステム管理者としてセラフ全土の危機を見逃すわけにはいきません。セラフの異常は続いています。王と私を襲撃した何者かの存在だけではないのです。各エリアで些細な異常が絶えず生まれています。これらの異常の調査および対処、セラフの王および王妃たるあなた方にはぜひ。まったく無粋なことを申すなと言うに。だがまあ仕方なし、それが貴様の役目ゆえな。ご本いいですか、アルキさん。我が帝国の方針はすでに決定済みなのです。まずは粉まいきにも我が軍門にくだらぬサーヴァントどもを完膚なきまでに蹂躙するのです。まったく皇帝とは何たる戦勝、我が千年教に歯向かう小兵に過ぎませぬ。まずは蹂躙、しかるのちに制圧。セラフの異常などしばらく放置して OK です。ご主人様、ご主人様にはご理解いただけますよね。私の方針、まずは敵をしらみつぶしにしてしまって、考古の憂いがなくなるまで蹂躙し尽くして、それが肝要、それこそ重要。私とご主人様の安寧こそが何より大切なんですから。ご理解いただけると思ってました、ご主人様。もしもお前は間違ってルータなんて言われたら、私自分を許せぬ悲しみのあまり、アルキメデスをそれはもうひどい拷問にかけてから、ご主人様ごと自らを牢獄に閉じ込めて涙枯れるまでヨヨヨと泣き伏せるところでした。はあ、私への処罰は余計ですよね。余分よね。こんな不愛想な男を拷問にかけても楽しくないし。分かりにくいと察しましたので説明しましょう。つまりキャスター王妃は、あなたが賛成しようが反対しようが自分の方針は変えないと言っているのですよ。いや、アルキさんたらあけすけ。そういうのは歯に絹かけて、こう混ぜご飯を油揚げで包むように言わないと殺しちゃうぞ。
い、そこまでそこまで。のろけならあの悪趣味な部屋でやりなさいよ。アルキメデスの話まだ終わってないんですけど、お妃様。エリザベートの言う通りです。我が命を賭して申し上げる王妃。これまでは王は眠っていましたが、今は違うのです。であればこそ私は語らねばならない。ムーンセル中枢にて王を狙った敵は存在する。セラフ各地の些細な異常と重ねて考えれば、現在のセラフは危機的状況にある。そう結論付けるのが正当であり、王と王妃にはこの状況の打破をこそ講じていただきたく。アルキメデス貴様、ご主人様がそうおっしゃるのなら私も矛を収めましょう。ようございます。仮にセラフそのものに未曾有の危機が迫っているといたしましょう。でもそれが何だというのでしょう。そんなもののために限られた時間を無駄に費やせと。私はただご主人様と仲睦まじく暮らしたいのです。それだけで良いのです。他に欲しいものなんて。おへそでティー湧きまくりね。そんなはずないじゃない。強欲、独占、快楽優先があんたでしょ。一つ幸せが手に入れば次の幸せも欲しくなる。それが女ってもんじゃないの。っていうかあんたの本性はもともと。はい、そこ天罰的面。腰を折られてしまいましたね、ご主人様。そう、私はあなた様と仲睦まじく暮らしたい。それも怪しくも楽しい高級的な大ハイライフを。国をすべ、パミクサの貢ぎ物を受け、酒を持って行けとなし、肉をかけて林となし、めくるめく刺激的な生活を。これが私の望み、私の願い、千年の都で果たされることすべて。他のことなぞそれこそ笹の船のようなもの。正直な話、セラフに住む生命体がどうなろうと私にはどうでもよいことなのです。まだビリビリする。いきなり本音吐いたわね、この哺乳瓶。見たでしょ、これがこいつの本性よ。ドン引きよね、ドン引きでしょ。この際だからはっきり言ってやればいい。二十歳超えの豊島とは契約解除。ギャーボご主人様、なんという包容力でしょう。危うく改心しかねないところです。そうですか、あなたがそういうのならこれは止める術がありませんね。懲りない人ですね。止まる気なんて鼻からないと何度も言っているでしょうに。ま、それもこれにて落着ですが、それではご主人様、王の務めを果たしに参りましょう。実はですね、タイムリーなことに
我が居城に忍び込んだ不埒な癖者が約一匹。いい機会なので祝杯代わりに懲らしめてやるとしましょう。侵入者、もしやそれは皇帝の手の者。アサシンでしょうね。施設侵入は彼らの得意分野です。この城の防犯はザルですから。失礼、驚かせてしまいました。キャスター、あなたのマスターですが、自己紹介をしてよいでしょうか。いいえ、それには及びません。ご主人様、今天井からくの市のようにシュタッと現れたのはライダーのメドゥーサさん。ソロサーバントとして暴れていた方ですが、ちょちょいとお茶に誘って一昼夜お話ししたら意気投合と申しましょうか。今では持ち前の素早さを生かして諜報活動に専念してもらっているのです。いえ、暴れていたわけではないのですが。まあいいでしょう、大筋に間違いはありません。争いに参加するのは不本意ですが、レガリアには逆らえませんので、今後ともよろしくお願いします。はあ、相変わらず陰気な方ですね。ま、美人であることをひけらかすよりはいいですけど。ん？メドゥーサさんがいるということは、もしかして両夫さんもこちらに？はい、ランサーと共にそろそろ到着する頃合いですね。いえ、マスター、この城に集い、キャスターを仮初めの主君と認めたサーバントは4機、うち1人は私であり、そちらのランサーも含まれます。そしてマスターが目覚めたと聞いてな。遅ればせながら挨拶に参上した。もう次から次へと世話しない。侵入者を放って王の尊厳を廃止に来るとは、皆さん危機感が足りないようですね。ですが、これも良い機会に前向きシンキングいたしましょう。ご紹介しますね、ご主人様。これなるは我が配下なる一騎当選の強者たち、精鋭揃いのソロサーバントにございます。まあ若干一名、戦闘では使えない、トイレ掃除もできない、料理も下手なごくつぶしがいるんですけど。できるわよ、戦闘も掃除も料理も。っていうか、私を戦場に出させないのはあんたの采配じゃない。はいはい、さっきからキャンキャンうるさいのがラン。いいえ、あざといパジャマメイデンです。次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも、月の聖杯戦争では好き放題に暴れ回った生きる城塞、宝典画劇を携えし剛力無双の恐竜。元気いっぱいの反応頼もしいんですけど、驚きますね。あのですね、両夫さん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれるのは嬉しいんですけど。はいはい、ストップ、もう結構です。はあ、ご主人様も驚かれたと思いますが、これがバーサーカークラスの特徴です。理性なき強戦士ですが、その実力は折り紙付き、なおかつ神明呂布宝泉ともなれば、それはもう私のスカウトなど滋賀にもかけぬと思いましたが、これこのようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったのです。ありがとうございます。ダメ
元でスカウトした甲斐がありました。リョウさんといえば、私がガードに徹しても一撃で瀕死にしてくれた玉も殺しの代名詞ですが、過去のことは水に流しましょう。リョウさんこそ真の忠義者です。玉も過去の経験からそういうの分かっちゃう。お次は先ほども紹介したくのいちライダーメドゥーサさん、自己アピールがありましたら遠慮なくどうぞ。あ、でもご主人様に色目とか使ったら殺しちゃうぞ。私からは何もですが、そうですね、セラフの混乱が続くのは問題でしょう。一刻も早く誰かに収めていただくのが効率的です。その点、あなたのような人物がキャスターの主人であるというのは喜ばしい。予想以上に。いや、何かあればいつでも私を頼ってください。私のクラスはライダー、そして神名はメドゥーサ。あなたの王妃と同じ悪をなす半英雄であるものです。下りは余計です。まあ事実ですから否定はしませんけど。かっん、そんなことよりオーラスです。ご主人様、どうぞご覧くださいませ。我が配下容器最後の一機。クラスはランサー、懐かしきインドの城庫にてその人ありと歌われし太陽の英雄、その名も高きカルナさんです。なんとカルナさんなのです。もう一度言いますよ、カルナさんなのです。これほどの大英雄が加わった帝国がかつてあっただろうか。いや、ない、まさに我が軍の大黒柱。カルナさんはですね、ムーンセルによって召喚された後、私の熱い説得を受けて心よく加わってくださったのです。同じ太陽属性、忠義属性のよしみといいますか、私のあふれる魅力がそうさせるといいますか。はい、あ、ご心配なく、私はご主人様一筋ですから。 AI 仕掛けとはわけが違いますよ。これぞ我が四騎、我が軍団の力。彼らの力も当然ながら用いまして、それでは改めて、我らがアイノス、もとい王城に紛れ込んだクセモノ一匹プチッと潰して始末して、お散歩がてらお掃除がてら痕跡さえきれいに拭い去ってしまいましょう。気合を入れてみましたが、ご主人様はいささか混乱気味のご様子であれば、気軽に回復と参りましょう。お気づきかと存じますが、マイルームとは規制から逃れるための仮の名前。その本質はズバリ温泉宿のごとしなのです。その名も人たまもの宿。効能は疲労回復に出陣準備、コードキャスト装備にデータ閲覧に、ご主人様が望むなら夜の会話もバッチコーイ。そんな万能空間がこのマイルームですので、お疲れでしたらご遠慮なさらず、ほんの少しばかりのご休憩をば。あん、それとも
1時間だけのレストと言わず、一泊レストでも玉も構わないのですけど。それはもう女王だなんだと言ってみても、所詮は私一階の美女にすぎませんし、愛するご主人様と寄り添う以上に大切なものなどございましょうか。いえ、ありはしないのです。懐かしいものです、こうしてまた戦うことになろうとは。あ、でもそれほど昔でもないのですよ。月の聖杯戦争が行われていたのは、多くの出会いがありました。別れも同じく。どこかの狭間で行われていたものもあったような、なかったような。それは当然でございます。今の私はこの千年鏡の主、おいそれと自我を晒すわけには参りません。この部屋、マスターと二人きりになれる場でしか元の私には戻らぬと誓ったのです。ですので、どうかご了承くださいませ。他の方々に気を張っているとか、大元の字が出ているとか、なんか久しぶりに振り切ってみたら割と楽しくてノリノリになってるとか、そういうわけではないのです。何があろうと私はあなた様のサーバント、女王の時間と女の時間を分けていると思ってくださいまし。ご主人様、それまさか本気でおっしゃっておられます？よよ、せっかくお目覚めになってから初めてのデートなのに、そんな風におっしゃるなんて。タマもちょっとショックです。省略するとタマもショック。
大前自弱、儚くも辛辣なご主人様も魅力的なんですけど。それはそれ、これはこれ、これ以上聞き分けのないことを言うのでしたら、力ずくで、無理やりにでも私のそばにいていただくほかありませんね。さあ、いらっしゃいまし。聞こえますか、ご主人様？私のレガリアの中にいらっしゃいますね。お分かりですね。しばらくはそこで妻の働きを見届けてくださいな。感じる、感じますよ、ご主人様の息遣いを。これで私たちは一心同体。危険な戦闘領域でもあなた様を傷つけずに済みます。でもやれるとは知っていましたが、いざ実際にこうしてみると実に良いものですね。ご主人様がここにいてくれる、私の指に絡みついてぴったりと。絶対に離しませんから、ずっとこうして触れ合っていましょうね。普通に手を握るよりもずっと温かくて、緊密で親密で秘密の関係な感じです。ではご主人様、手に手を取り合って参りましょう。すでに敵襲を受けているセクターがある。防衛に向かってほしい。ジャンプ、獲物発見。リジーにザップに9体決めるわ。制圧完了よ。次のコンサートここで披露してもいいのよね。まずい、エリザベートが狙われているよ。このまま放置すると我が軍の損害は拡大する。敵軍の進行を食い止めるか。ガラインよ、そろそろお主の出番だ。ええ、私にお任せを。勇者ガウェイ、参上しました。
手荒な真似はしたくありませんか。お覚悟。覚悟するのは貴様の方よ。わらわ以外の太陽なら目障りじゃ。これで命じていただくのか。500人ってこと。ハウスは卒業ってこと。ここまでの相手とは本気でいきましょう。ご主人様、いざ。助けるとしよう。防衛成功したのね。やるじゃない。聖剣をたくさん。ノイズ。倒れるわ。えい。これね、味方が攻められているようですね。女王のお出ましか。少しばかり無理をしていないか。相変わらず目だけはいい人ですね。邪魔をする。
制圧したの。今日を滑る女は違うということか。風向きが怪しくなってまいりました。急に言っときます。私、あれ大嫌いです。
滑る女は違うということか。ブラント発見です。私気が怪しくなってまいりました。ユウ、救援行っときます。プラントです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。ぶっ潰します。どんどんです。
姿だ。ブライトです、ご主人。まずはあちらを解消しよう。
楽しげに制圧したの。今日を滑る女は違うということか。こうなってはわしが出るしかあるまい。どれ、丹念丁寧に潰すとするか。姿を見せたな、アサシ。あとは彼を倒すだけだ。どっちやり。では力比べ技比べといこう。わしを落胆させるなよ。魔剣士に見せる演技を後悔させてやろうぞ。ゲロまともな勝負は久方ぶりよ。もうしばらく付き合ってもらうぞ。ご主人様、少しばかり受けるがよい。負けた同僚を払い、そろそろ粘着と間に決勝来臨。お疲れ様です、ご主人様。ささ、お風呂にします。ご主人様とのつながりを感じます。この幸せに浸っていたい。なかなかの活躍でした。今後ともその調子でお願いします。これ。何やら吠え立てていましたが、どうということはありません。所詮は下郎ですとも。かくして不遜なるアサシンは破れ、帝国の平和は守られました。ハッピーエンドです。ご覧いただけましたか、ご主人様。私の中で、私の力、これこそは私とあなた様の力です。こうして私たちが共にあれば、恐れるものなど何もありはしません。さあ、もっと触れてください、ご主人様。もっと私に絡みついて、深く熱くとろけるように、なんなら荒縄レベルで縛りつけても構わないぞ。やっぱり優しいですね、ご主人様。私はちょっと厳しいモードなので、それがちょうどいいのかもしれません。あなたは優しく、私は厳しく、共にあってセラフの全てを統治する、
いついつまでも穏やかに、永久のさらに先の先まで。いついつまでもとは聞き捨てならんな。それは最後まで全力を出さないという意味か。おやおや、いらしていたんですね。プソンにも皇帝号を戦勝するサーバント。よもやあのアサシンを倒すとはな。セラフを恐怖で支配せんとする悪辣巫女よ。ただその横暴もこの辺りが納め時だ。知らぬ中でもなし、引導は余が渡してやろう。毒が魔鳥の千年鏡に咲き誇る花はなし。万雷の喝采、何時の知性には響き渡らぬと知れ。サーバントセイバー、貴様の悪逆を止めんがため、ここに降臨だ。こしょく。なんと、そこはしっかり覚えているとは。ちょっとだけ指輪をつねりたくなる私なのであった。でもそんなことはどうでもよいではないですか。あれはただの敵、私たちのエネミーなのです。というか、最初から私たちは敵同士だったのかもですよ。少なくともあなたにとってこの私はムーセル中枢に通じる道で、ドーンと私の背中を押して月の裏側まで落としやがったあなたにとってはねえ。はて、何のことやら。わからぬ、世には点でわからぬ。そうじゃよ、そなたも覚えてはいるまい。うむ、世も全く覚えてはおらぬのだが。私ったらお話しするのを忘れておりました。実はですね、ご主人様はなぜだか精神と魂とにサクッと分かれてしまったのです。でもでも、どうかご安心くださいませ。私が何より惚れ込んでいる池田まこそあなたです。何の問題もございません。にイチャイチャするとは、相も変わらず脳内ピンク色よな。だがそれも終わりだ。貴様もすでに事態を把握していよう。千年鏡だの帝国だのの世まい事は終わりだ。今は我らが争っている場合ではない。セラフには真の脅威が迫っているのだからな。それで、それが何だというのです。私はご主人様がいてくれればそれでよい。いいえ、ご主人様がそばにあることこそが最重要。他のすべては等しくさまつ。私とご主人様の日々のためにあらゆるすべて二栄と捧げることに何の不思議がありましょう。共闘はできぬというのだな。無念であると、嘘偽りなく余は考えを述べよう。ならば
セラフを支配せんとする悪の女王を余は倒すしかない。たとえもう一人の奏者を失うことになろうとも。奏者よ、もう一つのレガリア、やはりあなたが所有者だったんですね、セイバー。ならば私もこの力を使うのにためらいはいたしませんよ、ご主人様。さあムーンセル、我らの王権を認めるならばここに月の女王たる力をよこすがよろしい。いきなり本気ときたか。ならばこちらも行くぞ。手数はこちらが上でしょう。五尺線の動きから天の動きによる猛襲、見事阻んでみせたな。接近戦なら一気に落とせると踏んだが、さすがそうもいかぬか。とはいえこのまま攻めれば落とすのはたやすい。十中八九は余の勝ちであろうよ。しかしアサシンとの戦いに疲弊している貴様を全力で落とすのは興がそがれる。余の格が落ちるというやつだな。ここは預けよう、キャスター。次に見える刹那こそ決着の時と知るがいい。そこまでの力を持ちながら今持つがゆえに私利私欲に走るのか。貴様はこの世の終わりにあってなお警告の化粧である身を選ぶとは悲しきものよ。シリ、私欲、そうです、ええ、そうですとも。この私が私の愛するあなたと共に国を取る、すで、暗い、そしてそれの何が悪いというのです。巫女、申し訳ありません、ご主人様。城へ戻って早々なのですが、お先に寝所へ。マイルームで一休みしてまいりますね。魔力の消耗が思ったよりもきつかったようで、すみません、私すごく眠くて。あ、よろしければご主人様もご一緒しますか。起きたばかりで眠るのはノーサンキューでしたら、こちらの心地よい玉座でどうかごゆるりと。城も玉座も空気の一粒まであなたの所有物、ね、あなたの私の所有物。どうか存分におくつろぎくださいましね。何かご用がありましたら駒使いにでもお言いつけください。本当は私が手ずから満館全席の一つも振る舞いたいところなのですけど、どうにも女王というものは忙しくって。ですから雑事の類はしばらくの間駒使いに任せています。ご主人様もお好きにお使いください。ではでは、お先におやすみなさいまし。あ、眠ってる私に呼ばいをかけてくださいましても
私一向に構わないどころかどんと来いですので。無事に戻ってきてよかったわ。ねえ、キャスターのことちょっとは分かった？あいつヤバくない？ううん、絶対ヤバい。ヤバいしおかしい。前はあそこまでじゃなかったじゃない？最初はただ塞ぎ込んでたぐらいだったんだけど、レガリアの指輪？あの力を使い始めてからみるみるうちに暴虐の女王様になっちゃって、今じゃあんな感じ。逆らう者はみんなこれよ。経験則から言わせてもらうけど、こんなの破滅へまっしぐらよ。絶対ろくなことにならないから。だからねえコリス、いっそあなたと私で懲らしめてやれば。え、本気？このまま放っておいていいの？アルキメデスと一緒にどうにかされかねない感じだったでしょ。なかったら、いえ、何か理由があったとしても、あいつが決してそれを口にしなかったら、そこまで信じられるんだ、あいつのこと。だってそれって分かってるのよね。例えばよ、サーヴァントとマスターの契約が切れるような事態にでもなったら、あなただって下手をすると、あなた、あいつ以上にあいつを信じてるわよ。コリスのくせに、何なの？そのすごい覚悟。でも、ちょっとだけ。ううん、なんでもない。ああ、なんでもない。そこまで考えてるなら、もう好きにしなさいよ。助けてって言っても、もう知らないんだから。初陣お疲れ様でございました。さんさん、ゆるりとお休みくださいまし。今こそタマモルームの出番というもの。いいえ、特別なこと何も。ただここにいるだけで、のんびりこうして語らうだけで自然と心身が回復します。そういう風にできていますので。セイバーさんですか？それなりの強敵ではあるかと。聖杯戦争でもかなりの成績を残した方ですし。ですが、まあそれが何か
というお話です。私にはレガリアがあり、輝くばかりの池玉を誇るご主人様もそばにいてくださいます。であれば、ええ、身構える必要もないでしょう。もちろん油断はしませんが、かといって大げさに取り沙汰いたしません。反逆者に恩情をかけろと？ご主人様、そこにお座りくださいませ。まさかこの賜物に不満があると？まあさすがはご主人様、大逆とて許してしまう寛容さですが、それはそれで憎らしゅうございます。いえ、ご主人様ではなく、そう思われる相手の方が。ですので、どちらにしても逆効果。恩情などかけようものなら、私へそを曲げて何をするか分かりませんわ。今日の献立はです、ホクホクバレー所の肉じゃが、朝産みたての卵を使っただし巻き卵、セラフの海で釣り上げたブリの照り焼き、千年郷の西の畑でトレトレのお野菜で作った人参と大根のお味噌汁、ほうれん草のおひたし、そして白いご飯、ささやかではありますが丹精込めたたまも愛妻料理でございました。お味はいかがでしたか、ご主人様。どうかなさいましたか、ご主人様。うなずくや否や押し黙ってしまってご心配は無用です。明日も明後日もその次の日も腕によりをかけてお料理いたしますから、お好きなものがありましたら何でも言ってくださいましね。教本片手に作ってみせますとも。ありがとうございます。あれ、なんだか不思議な妙ですね。これは私、その言葉を待ちに待っていたはずなのに、受け止める準備は万端でしたのに、こうも恥じらってしまうのはなぜなんでしょう。ああ、すみません。話してばかりでは気が休まりませんよね。ではご主人様、ちょっと失礼して。膝枕などお一ついかがですか。